チャコ文化国立歴史公園はアメリカ合衆国の国立歴史公園。チャコ文化の登録名でユネスコの世界遺産に登録されている。アメリカ南西部地方で最もプエブロ文化の遺跡が濃密に集中している地域である。チャコ国立歴史公園はニューメキシコ州の北西アルバカーキとファーミングトンの間にある枯れた険しい渓谷の中にある。 メキシコ北部にある古代遺跡を含めて、チャコ国立歴史公園はアメリカ合衆国で最も魅力的な文化的歴史的遺産のある区域として保存措置が取られている。チャコキャニオンは紀元後900年から1150年にかけて、プエブロ文化の最大の中心地であった。チャコキャニオンの人々は砂岩を切り出し、材木を遠方から運んできて19世紀になるまで北米で、 最も壮大な建物を持つ15カ所の遺跡を築いた。チャコキャニオンで天体観測が行われていたことは、ハホダブッテで見られるサンダガーなどから理解できる。これは、春分、秋分に小さな同心円の中央、下死に大きな同心円の中央、冬時に同心円の両脇といった決まった位置に、担当のようなくさび型に日光を移す岩絵が刻まれているものである。 チャコキャニオンの建物の多くは何百年何世代にもわたる天体観測の技術的な蓄積によって太陽や月の周期が設計に取り込まれてきたのかもしれない。1130年から始まる50年に及ぶ干ばつという気候の変化によってチャコキャニオンの人々は他の場所へ移住してしまい結果的に彼らが築いたプエブロの集落は放棄されることになった。 ホー,コーナーズ地方の乾燥した厳しい環境の中に、あるにもかかわらず、チャコキャニオンの遺跡群は、旅行者によって止められる恐れが出てきたことから、公式に、ファホダブっては閉鎖されることになった。チャコキャニオンの遺跡群は、ホッピ族やプエブロ族にとって神聖な先祖の地であって、歴史上の出来事としてのチャコキャニオンからの移住や、この地に対する精神的なつながりは、 交渉伝承によって語り継がれている。公園内の遺跡を保護する活動は、プエブロ族の信仰との葛藤と絡んでいるにも、かかわらず、民族の遺産を継承する人々は、自分たちの知識を提供し、チャコキャニオンの文化遺産に敬意を払うことを、国立公園局と分かち合いつつ活動している。チャコキャニオンの南西端付近にあるファホダブッテと、ファホダ渓谷を襲うカキのライブ、 ファホダブッテのメサの頂点付近には、大小の同心炎上の岩絵があって、岩の隙間から日光がくさび状に照らし、サンダガーと呼ばれる。チャコキャニオンは、サンファン盆地の中にあり、壮大なコロラド高原上に位置する。チャコキャニオンの周りには、西にチャスカ山地、北にサンファン山地、東にサンペドロ山地があって囲まれている。古代のチャコキャニオンの人々は、 嘘をと茂る多く、ピニョンと呼ばれる松の一種、ポンデローサ松の森林から、木材や食料などの資源を確保していた。チャコキャニオンの渓谷自体は、砂丘や周囲に連なる山々の尾根に囲まれ、おおむね北西から南東に流れている。また、渓谷の周囲には、長部が平なメサと呼ばれる巨大な岩山が、点在している。 リーンコンズとして知られる南西の崖面は大きく開いている。崖面と崖面の間の地形はロート状になっていて、風雨にさらされ、侵食のスピードが速い。主要なチャコキャニオンの集落、例えば、プエブロボニーとヌエボアルとキンクレトソは、標高1890メートルから1963メートルの間に位置する。チャコキャニオンの谷底は、 二つに分けられ、北東に向かって 1km につき 6m という緩やかな角度で降っていく。また、ほんのわずかであって、頻繁なものではないが、小川の流れが見られる。チャコキャニオンの最大の耐水槽は、非常に深い場所にあるために、古代のチャコキャニオンの人々が、そのような地下水を掘り出すのは、不可能であった。ほんのわずかの小さくて浅いところにある地下水から、 湧き出る泉から水を確保してきた。地表で確保できる水は、一時的な豪雨によっていくつかの小川を流れていく水以外は、事実上皆無に等しい。陶器のファホダブって遺跡の景観。年平均3回か4回の吹雪がある。非常に乾いた、寒木地か砂漠に近いステップ、枯れた渓谷のような乾燥した土地は、年平均200ミリしか雨が降らない。一番、 多い時でも2 3 1一ミリという記録である。チャコキャニオンは南や西の方にある山脈のふもとにある。そしてそれはいわゆる雨の影といって山脈の風下側にあたり、著しく降水量が少ない地域にあたり、結果として湿り気も非常に少なくなる。四季は一応存在し、7月から9月の間が最も降水量が多くなり、 5月から6月頃が最も乾燥する。チャコキャニオンの周囲にある山脈を登っていく豪雨をもたらす雨雲は夏と冬に標高の高い場所で雨を絞り切るかのように降らせるため、風下側当たるチャコキャニオンでは雨が極端に少ないということになる。時々北海線周辺の熱帯性気候の範囲が北側にずれることがあり、数年間にわたって異常に豪雨が少なくなる。 チャコキャニオンは気温変化が激しく氷点下39度から摂氏39度という60度を超える気温変化がある。チャコキャニオンで霜が降りない日は150日に満たない。この地方の気候はよく雨が降る年がある一方で極端な日照りで雨が降らないこともある。チャコキャニオンは南太平洋のエルニーニョ現象の影響をもろに受けて気候が極端に移り変わる。 アナサジ文化の遺跡分布図考古学者は、三藩盆地に最初に人が訪れたのは、古紀の狩猟採集民であると考える。クロービス戦闘機を持つ移動性の狩猟民は、紀元前1万年前後から、わる流わる南西部地方を訪れた。紀元前900年に、アトラトル洞窟に人が住んでいたことが、明らかになっている。チャコキャニオンに住んだ古希の人々の足跡は、そういった。 狩猟民の遺跡よりも少なくわずかしか確認されていない。期限490年になると、古紀の人々の子孫は、いわゆるバスケットメーカーとして、チャコキャニオンで農耕を続け、シャービック SG 遺跡やその他の集落で、縦穴式住居に住んでいた。バスケットメーカー文化の時代には、チャコキャニオンの人口はわずかであったが、期限800年頃から、さらに発展し、 集落が三日月状に作られ、四つから五つの居住用に用いられた部屋ごとに組み合わされるように牙という半地下式の宗教的な儀式を行うための大きめな空間が設けられた。こういった構造は、プエブロ文化の初期に見られる特徴である。850年代になると古代プエブロ人の人口は増えて、急速に居住範囲は広がり、 砂岩を用いたプエブロの集落を作って、集中していくようになる。この頃のプエブロに住んだ人々を、ナバホ族によって借用された、ユトゴ族の概念では、古代の人々ないし、敵の先祖という意味の、アナサジという名で知られるようになる。10世紀以降、チャコキャニオンの渓谷全体にわたるような規模の、トルコ石の採取と交易が行われるようになった。この時期に、 壮大なプエブロボニートの最も古い部分が大きく、湾曲する北壁沿いに50箇所に及ぶ部屋が作られた。チャコキャニオンの特徴的な集中システムが崩壊し始めたのは1140年頃からであった。おそらく1130年から始まる50年以上に、渡る干ばつの影響と考えられる。激しい干ばつを含め気候が不安定だった時期は、 1250年から1450年の間にも訪れている。他の原因としては、掘削した小川の水が枯れたり、森林の伐採が挙げられる。例えば建造物を建てるための木材は、西方80キロメートルに位置するチャスカ山脈から運ばれていた。12世紀末には、チャコキャニオンの周焉にあった集落がなくなり始め、 チャコキャニオンの中央部にある建物は良好な状態のまま放棄された。研究者たちは、考古学的な成果から、チャコキャニオンを築いたプエブロ族は、南方や東方や西方にあるリトルコロラド川、リオプエルコ川、リオグランデ川沿いに移り住んだと考えている。ユトアステカ語族の流れを汲むユト族や諸小二族など、ヌミック語派の人々は、12世紀初め頃に、 コロラド高原に住むようになり、移動性の南やサバスカ語系のアパッチ、ナバホ族の人々が15世紀からチャコキャニオンにやってきた。この過程で、彼らはチャコキャニオンの生活習慣や農耕技術を習得した。ユトゴ族の集団は、さらにチャコキャニオンに頻繁に訪れ、狩猟や略奪を行った。近代のナバホ族の主張によって収められた社会は、 チャコキャニオンの西側に作られ、ダイン族として知られる多くのナバホ系の人々は、その周囲に移り住んだ。17世紀に、スペイン人が到着すると征服と反乱の時代になり、チャコキャニオンは、スペインの支配から逃れようとする、プエブロ人とナバホ人の難民を吸収する場所となった。メキシコ、アメリカと引き続いて、チャコキャニオンに住む住民たちに対して、軍事行動が起こされてきた。 1832年にジョサイア・グレックがチャコキャニオンを訪れて史上最初の記録を残している。グレックはプエブロボニートについて砥石のようにきめの細かい砂岩で築かれていると記録している。1849年にアメリカ陸軍の地形測量士であるジェームズ・ウェイチ・シンプソン中尉の指揮する分隊が通過した際にいくつかの遺跡を調査した。それは 次の50年間には誰も訪れることのないような非常に偏僻な場所であった。1870年代にスミソニアン研究所の研究者が短期間の一般調査を行った。本格的な考古学的調査が始まったのは1896年のことでアメリカ自然史博物館のハイド調査隊によるものであった。ハイド調査隊はプエブロボニートの発掘調査を 夏季の5回にわたっていった。そして6万点にも及ぶ異物をニューヨークにある館に送った。1901年にハイド調査隊で働いていたリチャード・ウェザーリルはプエブロボニートを含む約652平方キロメートルについて払い下げて自分の所有地としたいと政府に申請した。ウェザーリルの払い下げ要求を調査していた連邦調査官のサミュエル・ J、ホルジンガーは チャコキャニオンとその遺跡群、特に、セトロケトルの上にある、古代の道路や階段、古代のダムや灌漑システムについて報告している。ホルジンガーの報告は交換されることはなかったが、チャコキャニオンを保護するとともに、それを含めて、国立公園を作ることを強く進めるものであった。次の年、ニューメキシコ市藩大学の学長になったエドガーリー、ヒューエットは、 多くの遺跡の図下を行った。ヒューエットらは、1906年のアメリカ合衆国で、初めての古文化財を保護する法律である、連邦古物法の制定に貢献した。このことは結果として、ウェザーリルのチャコキャニオンでの活動を取り巻く、論議の重大性を示すことになった。連邦古物法は、大統領が国定記念物を指定することができる権限も盛り込まれた。 セオドアル・ウズベルット大統領は1907年3月11日にチャコキャニオンを国定記念物にすることを布告した。1949年、チャコキャニオン国定記念物はニューメキシコ大学から土地を譲り受けて範囲が拡大された。その見返りとしてニューメキシコ大学はチャコキャニオンを学術的に調査する権利を確保した。1959年、 アメリカ国立公園局は、見学者のためのビジターセンター、職員宿舎、宿営施設を整備した。国立公園局が管理する歴史的依存として、チャコキャニオン国定記念物は、1966年10月15日にアメリカ国立登録史跡に指定された。1971年に、ロバート・リスターとジェームズ・ジャッジは、 国立公園局とニューメキシコ大の調査プロジェクトを結合する研究機関としてチャコセンターを設立した。多くの学際的な調査プロジェクトや考古学的な調査、部分的な発掘調査がこの間行われた。チャコセンターによってチャコキャニオンの人々が築いた遺跡がさらに確認され、良好に整備された道路が、 チャコキャニオンの中央部から放射状に広がっていることが明らかにされた。プエブロアルトをはじめとして他の遺跡で行われた調査によってチャコキャニオンの文化とフォーコーナーズ地域の学際的な位置づけが著しく高められることになった。チャコキャニオンの遺跡に見られる豊富な文化財は小さかった国立記念物を1980年12月19日に 現在のチャコ文化国立歴史公園にまで拡張することになった。さらに53平方キロメートルの保護区域が加えられた。1987年にユネスコの世界遺産に登録された。公有地管理局とナバホ保留地にあるチャコキャニオ遺跡群を守るために国立公園局はチャコ文化高校遺跡保護プログラムを実施するための 総合的な機関として位置づけられるようになった。国立公園局の主導で、チャコ文化国立歴史公園内の2400カ所の高校遺跡の存在が確認され保護されている。そのうち発掘調査が行われたのは国ずかである。チャコキャニオンの遺跡分布図チャコ文化国立歴史公園は、合衆国内務省の一部局である国立公園局によって管理されている。 1980年代には遺跡公園内でかなり徹底的な発掘調査が行われた。複合的になっている遺跡の建造物の壁が部分的に撤去されたり壊されたりして何千個体もの遺物が検出された。1981年には破壊する行為にも似た発掘調査に代わる新しい研究法が取られるようになった。つまりリモートセンシングや 先住民の交渉伝承に基づく人類学的な研究や年輪年代学といった相対的ではあるが破壊しないで残すという方向性である。この傾向は、ナバホ、ホピ、プエブロなど先住民の代表者の意見を公園の経営に生かすために1991年にチャコアメリカ先住民諮問委員会が設立されたことにも反映されている。 公園の基本方針は遺跡を部分的に発掘調査して復元することであるがその権限を持っている。発掘調査された遺跡はバックフィリングといって再び砂を使って埋め戻される。その他にはチャコの夜空を守るプログラムと呼ばれるもので公園内の夜の暗闇を明るすぎる照明による光害、汚染を取り除いて維持しようとする試みである。このプログラムは 1998年に落成された茶コ天問題を使った天体観測のプログラムであって1万4000人がそのために訪れた。しかしながら茶コキャニオンの遺跡は公園外部の開発によって脅かされている。一例として三半盆地の連邦の公有地を石炭の採掘のために貸そうという提案が1983年からなされている。公園のすぐ隣には 豊富な石炭を埋蔵している炭鉱があって、古代の茶コ人の道路網を脅かすように露出している。一年以上にわたる茶コ道路調査プロジェクトで、茶コキャニオンの人々が用いた道路が明らかになり、炭鉱の採掘から保護するための措置が取られた。茶コキャニオンには、渓谷の底の部分に沿って1 4トルにわたり、遺跡が分布している。 月が昇る場所と月が沈む場所が18.6年の周期で変化する位置に合わせて壁が作られた建物がある。9カ所のグレートハウスは、チャコキャニオンの乾燥した渓谷の北端の巨大な砂岩でできたメサのふもとに位置する。他のグレートハウスは、メサの頂点か渓谷の近くない支流域に位置する。14カ所のグレートハウスが確認されていて、チャコキャニオンに関しては、 口述するように地理的に分類できる。上空から見たプエブロボニート・プエブロデルアロエオのキバチャコ、キャニオンの中央部には最大級の構築物がある。最も研究が進んでいる遺跡にプエブロボニートがある。8000平方メートルにわたる面積を持ち少なくとも650の部屋を持っている。プエブロボニートはグレートハウスの中で最大のものである。 プエブロボニートの一部には4階建てになっている部分があり、壁の芯の部分と表層部を美しく、一室みで仕上げた建物や複数階にわたるような構築物を作るには、厚さ1メートルに達するような分厚い壁の一室みが必要であった。プエブロボニートは、大小36の木を持ち、南北方向に走る壁によって2つに区分される。 大規模は、チャコキャニオンにある多くのグレート、ハウスと呼ばれる遺跡では、そのような壁のどちらか一方の端に設けられている。プエブロ・ボニートは完成した時点で、ローマのコロッセウムと大体同じくらいの大きさであった。プエブロ・ボニートの近くにあるプエブロ・デル・アロヨは、1050年から1075年の間に作られ12世紀初頭に完成した。プエブロ・デル・アロヨは、 プエブロボニートのある流域の出口の南渓谷と呼ばれる場所にある。シェトロケートルはプエブロボニートの近くに位置し他の集落遺跡に見られるように典型的な D の字型をしている。しかし大きさはやや小さい。1020年から1050年の間に建設され、一つの大規模に対し450から550の部屋で構成されている。研究者たちは シェトロケートルだけでも1時間あたり29,135人の労力を要したと考えている。ヒューイットは5,000本の木と50万個の石のブロックを建設に要したと考える。キンクレッツオはプエブロボニートから西へ 0.8km の場所に位置する中規模の集落である。キンクレッツオには北方の三半ン地ンンから来た人々が建設して住み着いた可能性が強い。 キンクレッツオの長方形の形と集落の規模は、プエブロスリーキの様式や変形というよりも、プエブロ通期の文化の担い手たちとの関係が、うかがわれる。キンクレッツオは、55の部屋と地表面を床面に、している、木場内宗教的な中心施設として使われたと思われる2階建ての円柱形の塔が見られる。黒曜石を加工した工房跡がこの集落遺跡の近くから、 発見されている。キンクレッツオは1125年から1130年の間に建設された。プエブロアルトはチャコキャニオンの中央部に位置し89の部屋を持つグレートハウスの一つであって、プエブロボニートから1キロメートルのメサの頂上に築かれた。広々とした立派な建物を建てる建築ブームがチャコ、キャニオン全体に普及し始めた1020年から1050年の 間に建設活動が始まった。プエブロアルトの位置は、三半盆地のどこに住民が住んでいるかを見渡せる場所で、渓谷の反対側にある、チンクレチンから北方 3.7km の位置である。チンクレチンは、チャクラメサの上に築かれ、カサリンコナーダの上流、プエブロアルトから南方 3.7km に位置する。チンクレチンは、 ツインクレツインの人々が生活するための水を供給してきたと考えられる壮大な土木構築物であるウェリートスダムの近くに位置する。ウェリートスダムは豪雨によってもたらされた伏流水を貯めておく貯水池として用いられた。もし突然の洪水があれば膨大な量の水路が作られていき、ツインクレツインの住民はダムを作り直し、その際に把握し得る範囲をさらってダムにせざるを得なかったであろう。 ここは、チャコキャニオンのすべての集落の発展に影響を及ぼしたビーズやトルコ石製品を作る工房がある、集落である、チャートを材料とする道具の加工も行われていた。考古学者のトム・ウィンデスが指揮する調査結果から、チン・クレチンには、わずか5つから20くらいまでの一握りの家族しか住んでいなかったと推察される。このことは、プエベロ・アルトも第一義的に人が住むために、 建設されたものではないことを示しているのかもしれない。他のグレート、ハウスと呼ばれるものとしては、ヌエボアルトが挙げられる。ヌエボアルトは、プエブロアルトの北方にあるメサの上に建設された。ヌエボアルトは、チャコキャニオンでの人口が減少してきた時期にあたる1100年代の後半に建設された。チャコキャニオンの北限にあたる場所には、チャコキャニオン中央部とは別のグレートハウス群がある。 そのうち最大のものは、カサチキータであって、雨が豊富に降った湿潤期にあたる1080年頃に建設された集落である。カサチキータの構造は小さく正方形の断面である。さらには、中庭部分がなく、以前に作られた牙を分割している様子がうかがわれる。渓谷の中央部地域のものよりも大きく正方形に近い石くれを用いて、石積みがなされている。牙は、 北方のメサベルデ伝統に似た形に設計されている。渓谷を 3.2km 下流へ行くとペニャスコ・ブランコというチャコキャニオンの渓谷を見下ろす南岸の先端部分に古城に築かれた構築物が作られた。時期的には900年から1125年の間であり5期に区分される。ペニャスコ・ブランコは壁画で知られ、1054年7月5日に観測されたかに、 生雲の超新星爆発の光景を記録したかもしれないと考えられている。チャコキャニオンの中央部付近に位置するフンゴパビの遺跡。遺跡から外へ出るための階段。ウィジジの内部。チャコキャニオンでも奥まった位置に AD1100 年から1150年の間頃に建設された。フンゴパビはウナビーダの北方 2km の位置にあり。 周囲266メートルの規模を持つ。最初の調査によって、フンゴパビの建物は4階建てで1カ所円形の大きな牙を持ち地表に72カ所の部屋が作られたことが分かった。9世紀ないし10世紀頃建設されたと思われる。金のハスバスは北のグレートハウス群に属する主な遺跡の一つである。ウナビーダのわずか北方にあり、北側にはメサがあってそのふもとに位置する。 部分的に発掘調査がなされた。チャコキャニオンの奥の方へ行くと900年前後から作られ始めた最も古い3つのグレートハウス群のうち1つのウナビーダがある。ウナビーダは同時代に構築された遺跡であるペニャスコブランコやプエブロボニートのように古城内し D 字上のプランをしているものに分類できる。しかし、ウナビーダは構造的に 犬の足と呼ばれる独特なものが必要だったことが特筆される。ウィジジにちなんでこう呼ばれるは、グレートハウスの中では最も小さく100くらいの部屋で構成される。1110年から1115年の間に建設された。ウィジジは隣にあるグレートハウスであるウナビーから 2km の位置にあり、チャコキャニオンでも最も奥まった部分に孤立的に建設された。 カサリンコナーダは大牙を持ちたのチャコキャニオンの遺跡からは独立した存在になっている。また立地としてはチャクラメサの頂点へ向かう急な階段につながるチャコ文化の道路の近くにあるとともにチャコキャニオンの南端部分にも位置している。牙は独立していて牙を支える人々の住む場所や構築物を伴っているわけではない。牙には 地下の牙から地上より高いところへ行く12メートルの通路があった。チャコキャニオンから直線的に北上するとサーモン遺跡やアズテック遺跡に見られるような集落がある。そういった集落は1100年頃から始まる湿潤期の30年の間に建てられた。チャコキャニオンの100キロメートル南方には主要交易路であるグレートサウスロードに沿って別の集落群が位置している。 そのうち、最も大きなものは、金虹穴であり、湿地帯のような場所の殻にある標高2100メートルのメサの頂上に築かれた。シェトロケトルの台、キバプエブロ、ボニートの内部へ入っていくための通路ウナビーダにある、岩へ。多くの人々の手によって書き直されたりしているのが、うかがわれる。左中央には、吠えている犬が二つの長方形の犬の上に描かれる。中央左には、 て中央部の長方形の体の内部には、足が描かれ、典型的なプエブロ族の祝いと言える。グレートハウスは、チャコキャニオンの建築物や信仰をよく表している、採取センターであった。グレートハウスの形は、何、世紀もの時間をかけて発展していったにもかかわらず、いくつかの主要な特徴は、変わらずに保たれてきた。特筆すべきなのは、グレートハウスは、 周囲で古城になって高く張り出す構造があるということである。チャコキャニオンの遺跡は平均して200以上の部屋で構成されるが中には700に達する部屋を持つものがある。それぞれの部屋は丈夫に作られており穴さ時期に先行する時期に建てられたものは高い壁を持っている。 チャコキャニオンの遺跡はよく設計されており、大部分ないし外側の袖になる円弧状の部分は段々に作られていったというより、一気に建設されている。チャコキャニオンの家は一般的に南向きになっており密封された部屋ないし、高い壁に囲まれた中庭部分を持っている。複数階に及ぶ構築物は大抵4階か5階建ての高さで建てられており、1階に ある部屋は直接プラザに面している。各階層の部屋の集まりは段々上に積み重ねられ、プエブロの後ろの部分が最も高くなっている。部屋はしばしば一つの組み合わせになっており、正面の部屋は後ろの貯蔵用に用いられたと思われる部屋よりも大きくなっている。牙として知られる儀礼的な空間はプエブロにある部屋の数に比例して作られている。平均すると、 小さな牙は29の部屋につき1つ作られ、その大きさは直径3.5メートルから6.6メートルくらいである。小さな牙を作る分の部屋の集まりの9つ分ごとに1つの特大サイズのグレート牙が作られる。グレート牙には直径22メートルに達するものも見られる。チャコキャニオンに見られるすべての牙は入り口に向かう通路と入り口の上に マグサイシがあるといった建築的な特徴がある。建物の壁の種類に単純さや複雑さが見られるものの一義的にはグレートハウスの壁は芯の部分と表面の綺麗に仕上げられた部分とで構成されている。壁同士の隙間の部分には荒石が充填される。荒石は建物の壁の芯の部分でも使われている。建物の壁は 小さな砂岩のかけらを土で塗り込めた薄い層で覆われている。壁の表面に使われた石で特徴的な文様が作られることがある。すべての壁について考えてみると、チャコキャニオンの建物には113キロメートルも離れた山地から人力で20万本を超えるような多量の新葉樹の木材が必要とされたと考えられる。 大規模でかつ細部まで精密に設計されているような遺跡は、チャコキャニオンでは、1030年前後になってから、初めて出現する。チャコキャニオンの人々は、天体の動きや、幾何学的な配列、建物の外観を意識するとともに、独特な公共建築物で構成される、古代の都市を作り上げていた。研究者は、チャコキャニオンにある遺跡は、相対的に少ない人口しかなく、 一定の年ごとに行われる行事とか儀礼のために一時的により大きな集団が集まることによってできたと考えている。つまり1万人くらいが暮らせる施設があったが実際に常時暮らしていたのは2000人ほどでそういった特別な行事や儀式が行われるときに用いられた宿泊施設であった。より小さな遺跡は明らかに居住性に関して特徴があり、 チャコキャニオンの中や周囲にあるグレートハウスの近くに散在している。チャコキャニオン自体は白道に沿っており、チャコキャニオンの集落の位置は天文学的な意味からその配置が考えられたと思われる。もしそうでないとしたら、チャコキャニオンにあるいくつかの重要な建物の配列の意味が解明しやすくなる。この時期前後に抗議のプエブロ人の先祖であるアナサジの社会では、 人口の増加と建設活動が盛んになった。10世紀を通じて、チャコキャニオンの建築技術は周辺地域に徐々に伝播していった。1115年までにチャコキャニオンの建築的特徴を持った集落がサンファン盆地に6万5000平方キロメートルにわたって少なくとも70箇所作られた。研究者の中にはそういった集落に見られる建物の機能について、 本来のグレート・ハウスと言っていいくらい大きなものがあることを議論している。グレート・ハウスを思わせるいくつかの建物は、農村社会を超える段階のものであって、交易を行う場所か採取センターのような機能を持っていたのかもしれない。900年から1000年頃の古代アナサジの4つの道路はすべてチャコキャニオンに通じるようになっていた。チャコキャニオンの周辺16万8000。 平方キロメートルに分布している30カ所の遺跡は、チャコキャニオンの中心部や他の集落と6カ所のチャコ道路網で互いに結びついている。97キロメートルにわたって直線に近いチャコ道路システムがあるように、チャコ道路システムは測量が行われ、聖地に設計されて作られたと思われる。チャコ道路システムの特徴は9メートル近い幅で、 カリ置チという岩塩を含んだ置石層を潰して、路床にしているという特徴が見られる。土を突き固めたのり面や石を用いて、時折低い壁が作られ、それが道路の境界になっている。茶古道路網は必要に応じて、急斜面に石の階段や岩の斜面をスロープにした通路を築いて、崖などの多くの障害物を迂回して作られる。茶古道路網のすべての機能は、 現在わからない部分があるにもかかわらず考古学者で、アルハロルド・エス・グラドウィンは、ナバホが信じている言い伝えによると、アナサジは遠方から材木を運ぶのに道路を用いたといい、考古学者のニール・ジャットもそれとよく似た仮説を提唱している。1987年に世界遺産に登録された。登録当初の名称は、チャコ文化国立歴史公園だったが、2006年に、 茶文化に変更された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。